皆さんこんにちは、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。南国宮崎 TV です。今日は青島に来ております。今青島駅の前に、おりますけど、今日は青島周辺を散歩してみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらに案内板がありますけど、今こうですね。でこっちが青島の方ですね。こっち歩いてみたいと思います。あそこあたりにですね、有名なうどん屋さんがあるんですよね。まあ、ちょうどお昼時で、お客さんがいっぱい前の方に座ってましたので、あえて撮影をしませんでしたけど、人が少なそうだったら食べてみようかなと思ったんですけど、ちょっとスルーしたいと思います。そしたらこっちの方かな、行ってみましょう。本来ならここ水が流れるんでしょうね。今流れてないので、水が流れてたら涼しげなんでしょうけど、今の撮影をソニーのα6700 でやってますけど、この間宮崎神宮に試し撮りをした時ですね、このソニーの外部マイク、これがちょっと設定が悪くて音声が大きく入ってなかったんですよ。で今日はちょっと設定をですね見直してちゃんと入るようになりましたので、またこの音声の方も、帰ってからどんな風に入ってるか検証をしてみたいと思います。はい、それでは参道の方に来てみました。先の方はお客さんがいっぱいいますね。なんか美味しそうな、何、明石焼き、明石焼き、ここら辺は単なる広場ですかね。まだ暑いんで冷たいものがいっぱい売れるんでしょう。かき氷か。島ビーチパーク、ちょっと入ってみましょうか。さすがにお客さんが多いですね。はい、一応黄色のポスターをここにありました。海水浴客はいるんでしょうかね。もうほとんどいないかな。ほとんどいなさそうですね。青島久しぶり来ましたけど、やっぱり気持ちがいいですね。と青島神社に行ってみましょうか、久しぶりに。あ、というかこの青島の外回りって歩けるんですよね。あそこ歩いてみようかな。ちょっと行ってみましょう。ちょっと写真も撮りたいので写真を撮りながら行きたいと思います。今何枚か写真を撮ってみました。やっぱり海辺とあって風が強いですね。
青島神社が遠くに見えますけど、どうしようかな、青島神社行くか。とりあえずあっちまで行ってみましょうかね。相変わらずお客さんが多そうですが、ちょっと行ってみましょう。はい、これが鬼の洗濯岩ですね。今の青島に行こうとしたんですけど、なんかちょっと黒い雲が接近してきてですね、なんか今にも雨が降りそうな感じになってきたので、ちょっと神社に行くのは取りやめてもう帰りたいと思います。とりあえず写真を撮りたいなと思って来たので、中の太陽も陰ってしまいましたね。ということで残念ですが、この辺で帰りたいと思います。本日はですね、ここ、宮崎市の平和台公園にやってきました。ここはですね、私のチャンネルを、いつも見ていただいている、のぶさんがよく来るところなんですけど、のぶさんがよく散歩するのはこの向こう側に、第三駐車場があるんですけど、第三でしたっけ、そちらの方が中心なんですけど、今日はここに何をしに来たかというと、写真を撮りに来ました。この YouTube の動画を中心に、活動してますけど、写真の方も結構最近撮ってきたので、その写真をですね、ストックフォトといって、ウェブの方で売ることができるんですよ。今日もその素材を取りに来ました。今日はその素材を撮影するのも兼ねてですね、ここを散歩してみたいと思います。はい、で早速なんですけど、何を題材にしようかなと思って、考えてるんですけど、意外となかなかいけないものが題材になりますので、例えばこういうベンチなんかもちょっとこう日陰になりますから、光の加減とかが難しいですけど、ちょっと撮ってみたいと思います。はい、あとはいろいろこう歩きながらですね、撮ってみたいと思いますが、これのストックフォトなんかはですね、普通こんなの撮らないよなみたいな写真が意外と売れるらしいので、自分が思いついたものをいろいろ撮ってみたいと思います。平和台公園といえばこの平和の塔ですけど、今ですねちょっと観光客がドヤッと登りまして、ちょっと写真撮るのに、不向きな時間帯ですので、ここは後で帰りにですね撮ってみたいと思います。でちょっと奥の方に池の方ですね、埴輪園とか
っちの方に埴輪園とか、まあ、下の方には池とかありますので、そちらの方にまず行ってみたいと思いますね。こっちになってますけど、実はそこなのでこっちから行ってみたいと思います。ということで埴輪園にやってきました。今の日がこう日陰が多くて涼しいとこですね。これも写真を撮ってみたいと思います。日向と日陰じゃ全然温度が違いますね。もうすごい涼しいです。今日はソニーの外部マイクを忘れてきて、今の 4D ランドの外部マイクで音声を録画してますが、どんな感じでしょうか。ソニーの外部マイクになるとデジタルのステレオ録画も可能らしいんですけど、この 4D ランドはモノラルの録音ですね。まあでもそんな音声には劇的には変わらないと思いますので、あ、このこぼれ日の写真は最近撮ってるんですよね。これもちょっと撮ってみましょうか。だからそろそろ下の池の方に降りたいと思いますけど、あそこの橋を渡っていきたいと思います。この埴輪橋を渡ってそこの下の道を降りながら、下の池の方に行ってみたいと思います。はい、上に見えるのが先ほど渡った埴輪橋ですね。はい、下の池の方に降りてきました。ここはですね、暑い日にはここで子供たちが水遊びをよくしてるんですけど、今日はあそこに家族連れが一組いるぐらいで他は誰もいませんね。池周遊コースというのがあるんですけど、25分か。ああ、こうずっと歩くんですね。今日はですね、ちょっと高いとこが好きな僕なんで、また第一展望所の方に上がってみたいと思います。結構疲れると思いますけど、頑張って登ってみたいと思います。鳥とかいれば写真撮りたいなと思ったけど、いませんね。これが平和大自然散策路という案内図ですけど、今ここですね。で、ここに登りたいので、どっちから行こうかな。こっちが結構急なんですよね。こっちから行きましょうかね。行ってみたいと思います。第2展望デッキまで上がってきましたけど、立ち入り禁止になってます。ということで先に進みます。結構疲れた。ここが第2展望櫓ですね。蜘蛛の巣が張ってるな。嫌だな。蜘蛛の巣が張ってるわ。ちょっとやめときます。蜘蛛大嫌いなんで。蜘蛛の巣に蜘蛛がいるんですよ。ここに蜘蛛の巣に当たらないように。じゃあ第一展望デッキに行きたいと思います。さっき蜘蛛が大嫌いと言いましたけど、家の中にたまにめちゃくちゃちっちゃい蜘蛛じゃなくて、ちょっと中ぐらいの蜘蛛がたまにいるんですけど、そういう蜘蛛はですね、むやみに殺したりはしてません。というのが、そういう蜘蛛が家の中にいるちっちゃい虫をですね、食べてくれるんですよね。だからちっちゃい虫の対策として共存してるというか、
まあ、基本的に襲ってこないので、まあ見逃すと言ったらちょっと言い方が悪いですけど、まあそんな感じで、まあ見て見ぬふりをしてます。あ、やばいです、すっごいきつい、暑い上になんか結構湿気がある、むち蒸し暑さで、あ、さっきから汗が止まりません。はい、展望所に着きました。今日は空気がちょっと霞んでますので眺めは良くないと思いますけど、一応こんな感じです。で、あそこに平和の塔が見えますね。あそこからやってきました、それではもう一段登ってみます。変わるかな、少しは変わるか、あ、今まで見えなかったところが見えますね。はい、こんな感じ、45も見えますね。うん、やっぱりここに上がった方が眺めがいいわ。はい、ここで何枚か写真撮って今日は帰りたいと思います。またの久しぶりに国式庭園にやってきました。またこちらで写真を撮っていきたいと思います。この動画はですね、シューティンググリップにカメラを乗っけてソニーの外部マイクで、録音をしています。で、録音の指向性は全方向で、環境をですね撮るときに推奨されているモードですね。相変わらずセミの鳴き声がたくさん聞こえますね。このシューティングリップのいいとこはですね、この録画のスタートストップとか、あとこのズームですね、あと写真を撮るときの、シャッターのスイッチとか全部手元で操作できる点が、とても便利になっています。大体ソニー全般のカメラで Bluetooth で、接続できるグリップになっています。ちっちゃい、なんだ、かわいいな、こういうのも写真撮っておきましょうか。この α6700 シリーズは、写真モードと動画モードを切り替えるスイッチがあって、たまにこう忘れたりすることがあってですね、まあ便利な、モードの反面ちょっと扱いづらい人もいるかもしれませんね。まあ、僕はこれ気に入ってますけど、
麗ですね。これなんだろう、森の中の月。今マイクの指向性をですね、後ろの方に設定しました。なので、自分がこう喋る声が一番拾われるモードですね。マイクの音声とかはどうでしょうかね。はい、ということで入れてまいりました。さっきまでの天気良かったんですけど、また雲が出てきまして、ちょっと曇り気味になってきました。さあ、ここから写真を撮っていきますので、動画一旦ストップします。はい、ということでかなり写真を撮らせていただきました。でこれがストックフォトとしてどれくらいの審査を通るかなんですけど、登録するサイトによってはですね、建物の、なんか、持ち主の許可がいるとか、そういう書類があるんですけど、そういうのが添付しないと認めないとかですね、結構審査としてはきつめのとこが多いですけど、はい、ということで久しぶりの英国式庭園はこんな感じで終わりたいと思います。この動画、写真がメインだったんですけど、これを動画にするかどうかちょっとまた考えてみたいと思います。何箇所か写真撮りに、例えば青島だったり平和台公園だったり、今日の英国式庭園だったり、写真をこう撮って回ったので、それを一本の動画にするとか、ちょっと考えてみたいと思います。じゃあここはこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。次回の動画をお楽しみに。